内田ロアンから1929年6月29日は、明治期の評論家、翻訳家、小説家。本名三別号淵治三文字や金ピらなど。江戸下や車坂六軒町生まれ。洋画家、内田岩和は長男。孫に翻訳家の内田里里子、旧幕臣の子として生まれる。はじめは、政治、実業に関心を持ち。 立教学校や東京専門学校などで英語を学ぶが結局どこも卒業せず、文部省編集局翻訳係であったおじ、井上勤のもとで、下役や編集の仕事をする。生来の語学好きにより文学作品の愛読者となった。1888年、山田美妙の夏、小立が刊行されると、長文の批評を書き、それが岩本義春の 女学雑誌に、山田微妙大人の小説として掲載され、分断にデビューした。翌年、諸女小説、富士の一本を、との花に連載。同年、ドストエフスキーの、罪と罰の英訳を読んで衝撃を受け、さらに、双葉亭氏名や坪内商用と信仰を結ぶ、ことによって文学について、深く考えるようになり、尾崎公用。 山田美妙らの兼優者の遊戯文学を批判。1894年に三文字や金ピラの名で刊行した文学者となる方では当時の文壇の俗物性を皮肉った。また外面的な大文学を唱える矢の流慶をも、利主義、娯楽主義として批判するなど文学論争を巻き起こした。1892年、罪と罰の翻訳を刊行し、翻訳家としてデビュー。 以後、ボルテール、アンデルセン、ディケンズ、デューマ、ゾラ、モーパッサン、シェンケービッチ、ワイルドなどの翻訳を発表した。トルストイ、復活の翻訳も有名。1894年には三文字や金ピラ名義で文学者となる方を刊行。その一方小説にも力を入れ、知識人の内面の空白や葛藤をリアルに描いた、クレノ、24日や、 社会格層の矛盾を風刺的に描いた社会百面相が刊行され社会小説の第一人者として評価された。そのため上層階級の性的報障を風刺した作品、はがきが風俗回覧の口実で発禁処分を受けたこともあった。大日本1898年9月に評論政治小説を作れようを発表した。1901年。 書籍部門の顧問としてマルゼンに入社し、翌年ロンドンタイムズ社と共同で、百科事典、ブリタニカを販売。マルゼンの PR 誌、学党の編集に晩年まで携わり、匿名で、書評や随筆を書いた。1906年に出版された、トルストイの翻訳、バカシャイワンも同時に連載されたものである。晩年は、分断の一線を退りき、主に、 江戸文学や風俗についての交渉、文壇解雇、人物評伝、随筆などを執筆した。1925年に刊行された、思い出す人々は、政治小説の時代から、双葉邸の島での回想録で、明治文壇史についても、資料的価値を持つ傑作である。1929年2月7日、 下谷広工事の執筆中に脳一血で倒れ失語症となり、6月29日、大腸カタルによる衰弱のため、豊玉郡与八町の自宅で死去。61歳遺没。従来、小説家としての評価は低かったが、第二次世界大戦以後はその社会小説の意味が再評価されるようになった。画家の淡島沈学とその用紙、淡島寛月との交友により、 外具、民芸品、農札、ポスターという視聴覚文化や収集品に目が開かれ、丸善の顧問を務めるうちに、蔵書や書誌、図書館、出版事情といった、文壇以外の世界に関心を広げることになった。若い頃から知人を訪問し長話しする習慣を持ち、多くの趣味の会を主催したため、人脈は多岐にわたり白色に磨きがかけられた。 本格的な場所を研究から、他愛もない玩具の話に至る多彩なテーマを取り上げている。ありがとうございます。